え？挨拶？引っ越してきたらお隣に挨拶するのは常識よ。まだ片付け終わってないんだよ。隣に住んでる人が誰だかわからないなんて気持ち悪いでしょ。田舎じゃないんだからさ。そういうことはきちっとしないと。菓子折りでも持ってね。いいんだよそんなことしなくたって。昔からそういうところが。だからゆうちゃんはやめろって言ってんだろ。もう切るよ。ああ、ああ。はい、じゃあね。よっしゃ。お、ユージ。高橋、お前ここでバイトしてんの？ああ、あれ、お前んちって確か笹塚だったよな。あ、この先のマンション引っ越してきたんだよ。袋もついてるしさ。じゃあ女なんかいつに連れ込めんじゃんよ。前じゃないよ。あ、住所教えてよ。今度遊びに行くからさ。509円です。それって菓子折りだよな。うん。その真ん中のやつ一つくれよ。いくら？2500円だけど、どうすんの？いや、引っ越してきたらさ、隣に菓子折り持ってくの常識じゃん。田舎じゃねえんだからさ。まあ、隣が可愛い姉ちゃんが住んでんなら別だけどな。なんだよお前、そうなの？もういいからとりあえずその菓子折りくれよ。弁当はいらないからさ。ほら、これ持ってけよ。賞味期限切れてるけどよ、まだ食えるぜ。引っ越し祝い。悪いな。今度遊びに行くからよ。あ、ちょっと裏から出て。裏から。まずいか。普通引っ越してきた日に。どちら様ですか？隣の者です。え？助けてください。え？追われてるんです。黒いマント、黒いマント着た女が。知り合いじゃないですよね？前からずっと追われてるんです。前から？家に戻ってもしつこくドアを叩くし、この前なんかベランダに立ってるんです。ベランダに？なんで追われてるのか私にもわからないの。
警察に電話しましょうか。無駄です。いや、でも友達もいないし、あなたしか頼る人がいないの。あれ？戻ったのかな？ういっす。なんだよ、高橋かよ。ほら、持ってきたぞ。入れて入れて。なんだよ、せっかく弁当持ってきちゃったのによ。高橋かよねえだろ。大体お前のとこに他に誰が来るって言うんだよ。女もいないくせに。なんだよ、結局言ってねえんじゃん。それどころじゃなかったんだよ。情けねえな。してんだよお前。助けて。やめろ。行こう。あいつ？お客さん誰もいませんよ。何言ってんだよ高橋。あのどなたですか？冗談言ってる場合じゃないんだよ。どこかでお会いしましたか？今朝会ったばっかりだろ。高橋、警察に電話しといてくれよ。あ、ちょっとお客さんそっち困ります。
無駄なことを。なんで？どうなってんだよ。とにかくあの中逃げよう。人がいるかもしれないし。魔術のせいだわ。魔術？あの女が変な呪文を唱えてたから。いつから追われてんの？わからない。頭がぼーっとして思い出せない。まだ名前聞いてなかったね。あけみ。俺はユージ。ユージ大学生、うん、彼女はいないの？情けねえ話だけどさ、俺女の人にあなたしか頼る人がいないのなんて生まれて初めて言われたよ。あけみさんは？昔あの部屋で男と住んでたわ。だけどある日を境に帰ってこなくなった。噂で新しい女ができたって聞いた。それは私の親友だった。親友に裏切られて他の友達とも疎遠になった。それからは一人で部屋に閉じこもる日々が続いたわ。悔しかった。悔しくて悔しくて復讐してやろうと思ったわ。呪いは何時に作用する？あたかも悪魔が作用するかごと。あんな奴ら死んでしまえばいい。ブルヒド。それからよ、あの女に追われるようになったのは私が魔術なんか使おうとしたから悪魔を呼び寄せたのかもしれない。彼にもらった唯一のプレゼント、まだこんなものしてる。彼あなたに似てたの？まだそいつのことを？
寂しいの。俺が明美さんを守ってやる。俺が明美さんを守る。やめなさい。あなたは慣れない魔術を使って悪魔に取り憑かれたの。あなたはあの時死んでいたのよ。私は悪魔に取り憑かれて霊体としてさまよっているあなたを取り払うために追い続けた。でも悪魔の力は強く、時間をかけなければいけなかったわ。そして悪魔はユージさんの肉体にまで取り憑こうとして、自分を誰も認識してくれない死の一歩手前の世界まで引きずり込んだのよ。嘘よ。その女のこと信用しないで。その女こそ悪魔よ。ベールゼブブルクテルアリノスノムスノアルルロセクラエルプラントカメロルアルアドナノルムマルチロルチモ。ベールゼブブルクテルアリノスノムセロアメキルロセクラエルプラントカメロルアルアドナノルムマルチロルチモ。この中に入って。明美さんがどんなに語りかけてもこの図形の中から外に出ないで。一歩でも出ればあなたも死の世界に導かれるわ。私は悪魔じゃない。この女が魔術を使ってるせいよ。ポルシン・アベルトロリ・テール・テール・セブブ。テール・ゼブブル・クケル・アディロン・ソエモ・セロ・アメグルロセクラエル・プラント・カメロル・アル・アドナノルム・マルチロル・チモ。あなたの住む世界はここじゃないわ。この女と私とどっちを信じるの？寂しかったの。わからない。私が何者なのか。でもあなたと一緒にいたいの。あなたのことが大好き。自分の世界に戻るのよ。もう一人ぼっちは嫌。明美さん。あなたは明美さんのこと何も知らないから近づいてはダメ。明美さんは寂しかったんだ。あんたにそんな気持ち分かんないだろ。
俺、明美さんを守るって約束したんだ。ダメよ、戻って。あなたはこの世界の人間なのよ。明美さん。明美さんが孤独だったように彼もまた孤独だったのかもしれない。魔術は人の心の奥深くにある寂しさまでは救えない。エコエコアザラク、エコエコザメラク、エコエコケルノノス、エコエコアラディーヤ。